京都製薬公式 YouTuber のねばせいこころです。今回のテーマは何かと言いますと、私の夢について語ろうかと思います。私は叶えたい夢とか目標がたくさんあるんですが、せっかく YouTuber やってるんで、それも動画内で宣言せねばーと思いまして、まあ初めにも言ったと思うんですが、私が YouTuber として活動している理由はロート製薬に社員として勤めているのでね、皆さんに健康の情報を届けたい、私のことを認めてほしいという思いの2つなんですが、それを踏まえて今後の夢を発表したいと思います。じゃん、心の夢の音わーあ、お前そういうの書いてんねや、意識高い系みたいに思われるかもしれないんですが、そうですよ、悪いですか。でもここは恥を忍んで公開しますよ。宣言することは大事ですからね。ちょっといくつかランダムにピックアップして紹介していきたいなと思うんですけど、この一番上にあるロートの会長になるっていう案あるじゃないですか。いや、なりますよ、絶対にロート製薬の会長になりますからね。まあいつになるかわからないですけど、皆さんぜひ応援してくださいね。あとその次のチャンネル登録者数10万人、いや目指したい。チャンネル登録者数10万人に私の健康情報が届けられるってすごくないですか。届けたい、あと自分が認められているっていう実感も湧くのでね、皆さんぜひチャンネル登録お願いしますね。今後もよろしくお願いします。そしてここにあるロードバイクで日本一周めっちゃ良くないですか。良くないですか。いや、長期休みを取っていつか行ってみたいです。ぜひね、カメラも持って日本の絶景を巡りたいと思いますよ。で、一番最後にあるロートといえば目薬からロートといえばねばせいこころに変えるっていうものですよね。やっぱ印象って変えたくないですか。今はもしかしたらロート製薬といえば目薬とかスキンケアの製品とか思うかもしれないですけど、みんなね、いつかね、ロート製薬の商品見たら、あ、そういえば公式 YouTuber のねばせいこころいたよね、あ、かわいいよね、あ、顔っていう感じに変えていきたいなと思っていますのでね、皆さんぜひ応援してくださいね。どうですか。私割と言霊みたいなの信じてるんで、こうやって発信していけば叶うと信じてるんですよ。ちなみに散々言いましたけど、直近で一番の目標は空気清浄機買う。しょぼって思ったそこのあなた、しょぼくないですよ。いろいろ夢や目標はあるけど、とりあえず焦らずのんびり頑張れねばーですね。こんな私ですが、今後もよろしくお願いします。コメント欄でみんなの夢も教えてね。あ、コメント全部見てますからねバイバーイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばーと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばーと思った人はこちら、見ねばーと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ねばねば言い過ぎーと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。